で、まあ、さらに業種によっては皆さんの自社のですね、人手不足の解消もできると。もう日本人だけではそもそももう事業とか採用っていうのができなくなってくる。今後もこの拡大していくというのが、まあ、ほぼほぼもう確定しているような、まあ、新規参入としては結構珍しいマーケット。皆さんこんにちは、船井オンラインです。経営者の方々の中には売上をもっと高く伸ばしていきたいというふうに思う一方で、なかなかこう初期投資や新しいビジネスに挑戦できていないという方もいらっしゃるかと思います。本日はですね、外国人人材紹介事業という初期投資が100万円以下でチャレンジできるビジネスについて詳しい上田さんにお越しいただきまして、いろいろとその事業の実態についてお話しいただきたいと思います。上田さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、私が冒頭に外国人人材紹介事業というふうに言ったんですけれども、こちらの事業の概要について教えていただけますでしょうか。はい、まずですね、そもそもこの外国人の人材紹介というのは文字通り外国人を紹介する、企業さんに紹介する事業になります。で、この外国人の中でも在留資格というものが実はありまして、日本に在留するために必要な資格で、まあ、皆さんの条件に応じて違う資格を持ってるんですけど、その中でも特定技能という在留資格をお持ちの外国人の方の人材紹介事業で、まあ、さらに業種によっては皆さんの自社のですね、人手不足の解消もできるというようなところが一つ概要になります。まあ、この事業を始めたきっかけでもあるんですけども、そもそもその日本人の方というのは13年連続で減少しているというところで、まあ、この状況変わるかというとやはり難しいと、まあ、皆さんもしお気づきだと思うんですけども、まあ、なかなか今後良くはなっていかなくて、まあ、2070年にはもう8700万にまで下がると言われてます。65歳以上の方は40倍以上になるということで、非常に人口減少かつ、まあ、高齢化というところが進んでいくわけでございます。で、一方でその外国人の方は今後どんどん増え続けると言われてまして、昨年末が341万人、これが日本に住んでる外国人の方の数です。まあ、この外国人の方の数は今後逆に増え続けると言われているので、2070年には1割ですね、 10% が外国人になるような世界が来るということです。なので、これが意味することっていうのは、もう日本人だけではそもそももう事業とか採用っていうのができなくなってくる。で、それを解決する手段っていうのがこの特定技能の外国人ということでございます。なので、まあ、こういった理由からですね、まあ、今後もこの拡大していくというのが、まあ、ほぼほぼもう確定しているような、まあ、新規参入としては結構珍しいマーケットなのかなと思っています。で、まあ、冒頭で申し上げた、その在留資格のことをですね、少し触れさせていただくと、外国人の方が日本に在留、まあ、住むために必要な資格ということで、まあ、現時点では全部で29種類ございます。で、その日本での活動内容であったりとか、まあ、身分とか地位に基づいてですね、まあ、それぞれ異なるということです。で、この中のこの特定技能というところが何なのかというと、まあ、2019年4月にですね、開始された、まあ、最も新しい在留資格でございまして、まあ、介護とか、あと外食とか、まあ、そういう国内の人材を確保することがもう難しいような業種に特化してですね、まあ、その業種の一定の専門性であったり、技能を持っている外国人を受け入れましょうというのが目的でですね、作られた制度でございますので、簡単に言うと、もう人手不足解消のための在留資格みたいなところでございます。この特定技能と今回原則セットで覚えていただきたいものがありまして、まあそれが登録支援機関というものでございます。この登録支援機関もこのビジネスには関わってくる話ですので、まあぜひ覚えていただきたいんですが、登録支援機関というのは、その特定技能の外国人の方の生活であったりとか、就労ですね、お仕事の、まあ、支援、サポートをするような機関でございまして、特定技能を受け入れている、まあ、雇用している企業さんと支援委託契約というのをこの登録支援と結んでですね、でそこで受け入れ企業さんに代わって計10個の支援業務というのがあるんですけども、それを行うのがこの登録支援機関の、まあ、役割でございます。どういうことかというと、例えば海外から特定技能の方が来られるケースであれば、その空港まで送迎をしたりとかですね、初めて日本に来るとそのお家とか銀行口座とか、まあ、そういうのも全くないわけですので、そういうものの開設のサポートをしてあげたりとか、まあ、市役所の届け出の同行してあげたりとか、まあ、そういうことをですね、行うようなものが登録支援機関ということでございます。ですので、特定技能外国人の人材紹介のビジネスモデルというのは、人手不足な企業に対して特定技能の方をご紹介する。で、さらにご紹介した後にも登録支援機関として支援を行うっていう、こういう構造といいますか、流れになっているというところでございます。ですので、キャッシングポイントというのが、まあ、要は売上になるところというのが、人材紹介としての紹介料というものですね。人を紹介したものに対する対価といいますか、支払いいただくっていうことと、登録支援機関として
支援をすることで毎月1人当たり2万5千円ぐらいの費用というのをいただける。この2つがキャッシュフローポイントとなっているので、紹介料っていうのは基本的にフロー型です。もう売り切りといって本当基本的にもう全部利益になるんですけども、逆に言うと紹介できなければ0円なわけですね。ただ支援というのは1人支援がスタートするとほぼ毎月この額はいただけるというような、いわゆるまあサブスクに近いストック型のビジネスなので、利益性は低いんですけど継続とか安定性はある。利益率の高いもののフロー型と紹介料と、利益率は低いんですけど安定性があるストック型の登録新規の支援、これを掛け合わせたものなので、まあこれメリットでもあるんですけど、まあ高収益性もあって、まあ安定性もあるというようなところでございます。実際に皆さんがその新規事業をご検討される上で、実際にじゃあどれぐらいの数字とか見えてくるのかみたいなところ気になると思うんですけども、うちが立てる3回のシミュレーションとしましては、3年目でまあ売上 1.4 億ぐらい、営業利益としてはまあ4000万弱ぐらいというところが、まあ、3カ年の、まあ、目安というところでございます。すごくこう収益性もあって安定性もあるっていう事業で、はい、すごくご興味持たれた経営者の方々も多いのではないかなと思います。上田さんが思うこの外国人人材紹介事業の実施がおすすめな法人、どういった特徴があると思いますか？これは大きくは3つあると思ってまして、まず1つ目がですね、まあ、先ほど申し上げたような高収益な新規事業をしたいと、かつわがままな感じかもしれないですけど、初期投資であったり参入障壁も低いものがいいというのを求められている法人さんがまず一つ相性がいいかなと思います。で、二つ目としては、まあ冒頭にちょっと申し上げたんですけども、もう自分たちの会社の知っても人手が足りてない会社さんで、そこの人手不足の解消も同時にしたいと思っているような、まあ、法人さんというのも相性が良いというところと、新規事業なんでその競合性とかリスクみたいなところも考えられると思うんですけども、まあ、そういうところに関しても競合性が低くてですね、まあ、失敗をしづらいような事業、この三つを叶えたいと思っている企業さんが、まあ、一番相性はいいかなと思ってます。一つ一つご説明をさせていただくと、まずその初期投資に関しては今回セミナーでもお伝えしたんですけども、まあ18万円というのが一応初期投資というところです。で、これ必要なものが2つの資格だけでして、一つは有料職業紹介という資格と登録新規化になるための申請ですね。ここの申請の費用、手数料というのが18万円ぐらいというところです。で、さらに人員体制としてはこれ2名体制でできます。で、もっと言うと日本人と外国人の方の2名体制ですね、というところは置いていただきたいというところで、まあ高収益というのは、まあ先ほどご説明した通りですね、まあ25から30%ぐらいの営業利益というのは確保できますので、まあそういったところが、まあ一つ目の魅力の部分かなと思います。で、あとまあ自社採用のところでいきますと、まあ当然その特定技能というのは、まあ受け入れられる業種というのは決まってますので、もし皆様の法人がいずれかの特定技能業種に当てはまっているのであれば、まあシンプルに特定技能を自社で採用すれば良いわけでございますし、まあもしあの業種に当てはまってないということであれば、永住者、定住者、配偶者と言われる方々、まあ、この方々のどんな仕事でもどんな業種職種でも採用することができますので、まあ、そういった方を自社で採用すればいいというところなので、特定技能のこの事業を始めるといろんなタイプの外国人の方を集めることができるようになりますので、まあ、皆様のその採用されたい職種に応じた外国人の方を採用されたらよいのかなというところでございます。あとまあ競合性の部分でいきますと、今の登録新規化が現時点で9700ぐらい全国であるんですけども、そのうちもう本当にうまくいっているという定義として、利益をちゃんと確保できて、まあ、事業として成り立っていることを、まあ、うまくいっているというとすれば約 10% ぐらい全国で、なのでまあ本当に800900社ぐらいが、まあ、そもそもまず事業が成り立っている会社なので、これを47都道府県とかに落とし込むと、競合はそもそも証券内で数社とか、まあ、数十社程度になってくるというところなので、まずその競合性の低さっていうのはそういったことがございますし、あとはまあリスク性みたいなところで言うと、冒頭申し上げた通り今後伸びるということはもうほぼ確約してます。なぜならその人口日本人が減りますし、外国人は増えます。でも人手は必要なので外国人は採用せざるを得ないということはもう確約されているので、まあ、その市場が一気に縮小するみたいなことも起きづらいっていうのが、まあ、このリスクの低いところかなと思います。ですので、まあ、そういう3つを叶えたいという法人様に特にお勧めしたいなというところですね。なんか今までのところすごく魅力がたっぷりな事業で、これはうちもやってみたいっていうふうに思う方も多いのではないかなと思うんですけれども、反対にこの事業を行う上での注意点ありますでしょうか？まあ、注意点もちろんありまして、一つがその営業開拓ですね。要するに今回で言うと、まあ、人手不足かつ外国人を採用しても良いという企業さんを、まあ、探すというところですね。人材紹介でも最初にこの営業開拓というのは重要になってきますが、やっぱりこの外国人を採用したいという企業
企業さん、まだまだ増えてはいるんですけど、めちゃくちゃ多いわけではないんですよね。じゃあここをうまく回さないと、事業としては絶対進まないので、まあ、ここをうまく回せない企業さんというのが、先ほどの登録支援機関の中でうまくいってない企業さんというのはこういうところなのかなと思ってます。で、まあ、ただそういうところに関しても我々としてもですね、まあ、サポートとかしていただいたりするんですけども、営業開拓のうまくいかない理由っていうのが、まあ、そもそも狙ってるお客さんのターゲットが悪いとかですね、例えばテレアポとかの家電ができてないとか、まあ、目標管理ができてないとかいうところが、私のヒアリングする限りの、まあ、失敗している要因の大きな3つです。なので逆に言うと、ここさえうまくやれば、基本的に営業は取れますので、皆さんもぜひそこは気をつけていただきたい。まずはお客さん探しというところに、まあ、注力をしていただきたいということです。で、まあ、もう一つなんですけども、やはりこの外国人ビジネスになるので、国内のマーケットだけ目を向けていればいいわけじゃなくて、まあ、海外のことも知っておかないといけない。もし皆様が、例えばベトナムの方をターゲットするなら、ベトナムの国、現地のことも知っておかないといけないので、そうなると、まあ、今までは簡単にインターネットとか調べたら出てきたことも、結構出てこないこととかも出てくるんですね。海外現地の、まあ、今のリアルな情報、例えば給与相場がどうかとか、人口業態がどうなってるかとかですね、まあ、どういう職種が人気なのかとか、まあ、そういうのって結構調べても出てきづらいので、まあ、そういうところをいろんな、まあ、同業、他社さんでもいいですし、うまくいってる企業さんとかにもちゃんとヒアリングをしながら、まあ、情報をアップデートするというのも非常にそのうまくいくかいかないかにおいては重要なポイントですので、まあ、ぜひそういったところはですね、もし事業される上では気をつけていただきたいなというところでございます。こう刻一刻とこう世界情勢とかいろいろ各国の状況とかも変わるかと思うので、そのあたりの情報のキャッチアップが重要というところですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。本日は外国人人材紹介事業に詳しい上田さんにお越しいただきまして、その事業の概要ですとかおすすめの法人注意点についてお話しいただきました。上田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは船井流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。